最初の方だけちょっとやりたい、はい、ちょうどこれ前半部分ですけれども、はい、最初のこう入りましたね、はいはいはい、この部分ちょっと分解をやってみます、はい、こう受けます。さらに来たのはこれも屈伸を使って周りを切って、へえー、あ、なるほど、というような分解になります。あ、この距離大丈夫ですか？はい、あとはね、さっきの突き受けの部分、はいはいはい、反撃が入ってる部分はここになります。はい、なのもあるかなと。こういうところがあるんですけれども、相手が蹴り、なんかこれは防御かと受けかと思っちゃいましたけど、そういうことじゃないと思いますね、うん。蹴りを受けていくんですね。あ、なるほどなるほどなるほど。受けても持っちゃうってことですか。いや、いいですね。もう一つね、打撃で言ってるのは、あと蹴り。はい。何やっぱ空手やっていく上で、スピードとパワーとかっていうところってやっぱすごい重要な感じします？しますんですよ。おー、なるほど。だけどもスピードっていうのもいろいろあるじゃないですか、うんうん、例えばねこういう話があって、じゃあまっついてください、まあ受けました、はいはい、反撃するときにこれ一番速いですよね、はいはい、ああ大丈夫だと思って、あのスピードってかかる時間が、はいはいはい、ね、はいはい、でも例えばってやると月のスピード自体はこの方が上がるかもしれないけれども、でも時間はかかりますよね。そうですね、そうですね、たり、はいはい、相手に悟られたりっていうことがあるので、はいはい、まあこの中から
相手に悟られずに今ある状態の中から最大限のスピード、最大限のパワーを出すっていうのが大事なポイントかなって私は。いや、まあ、今あの基本においても組み手においても元立ちってさっきから言われてるやや自然体に近い立ち方を大事にするっていうのがその最短最速につながるそうですね。多分、さっきの理論で言っても、まあ、元立ちっていうのは 足が狭いので、まあ、動きやすいなら動きやすい立ち方なんですよね、はいはい、うん、でも、まあ、じゃあ実際ついてここでもこの状態でも力が出ますけれども、まあ、もっとショートガンのように広くした方がもっと強いかもしれないですね、うん、巻き上がっていく時のね、うん、なので、まあ、変化のできる立ち方という意味で元立ちっていうのは有利かなと私は思うんです。自分が自在に動きやすける、うん、こう一番いい、うん、なんか歩幅というか幅というか。そうですね。それからね、私は父に四刀流の空手を習ったんですけども、はい、まあ、最初に言われたのが紙一枚で動きなさいと。紙一枚で動く、うん、無駄に上げたり、こう引きずったりないように必ず紙一枚ぐらいの意識で動きなさいよと。最小限の動きっていうことのイメージですかね。うん、無駄に足を上げたりすることがないように。だから基本的には肩でも、音はそんなにしないんですよね。それが本来の姿だと思うんだけど、今この間電話で申し上げたように、うんうんうん、競技の方だとみんなそうですよね。でやると、うん、見栄えが力強さが感じられるのか、はい、そういうふうな傾向になってきてるので、うんうんうん、本来はそうじゃないよねと。ちょっとね、世界ルールの方も変わってきて、不必要な音を立てたり、それからって無理に不自然なっていうようなのは限定にしますよっていうのが数年前から出てきて、一時引っかかって限定された時があったんだよね。あ、そうなんですね、うん、だから今は気をつけてるとは思いますけれども、それにしてもまだ競技の中ではそういう部分が全体の傾向としてはちょっと強い、本来こっちが運慶ですけれども。いや、でもそうですね、なんかこの音ですね、この音は確かに大会でよく聞く音ですよね。